みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。白煉中の吹雪か。一体どんな奴なんだろうな。高円寺君が瞳子監督に追い出されてからチームの雰囲気が変わってしまった。遠藤君と木戸君は監督を実力ある指導者として認めている。一ノ瀬君や土門君も一応監督の立場は理解している。でも監督に不満を持つメンバーもいる。特に染岡君はよく思っていない。これから向かう白煉中の吹雪四郎って人がどんなにすごいストライカーだとしても、この雰囲気じゃうまくやっていけるかどうか。見えてきたよ、あれが白煉中だ。それじゃないだろう。ま、そっか。吹雪四郎くんはどこにいるのかしら。吹雪くん今頃スキーじゃないかな。今年はジャンプで100メートル目指すって言ってたもん。いや、きっとスケートだよ。3回転半ジャンプができるようになったって言ってた。オイラはボブスレーだと思うな。時速100キロ超えたって言ってたよ。スキーにスケートにボブスレー、それで駒殺し。そんなにスポーツができるなんてすごいやつだな。ますます会うのが楽しみになってきた。あ、帰ってきたんじゃない。ふぶきくんだ。早く早く、どこに行ってたの。お客さんが来てるんだよ。お客さん。あれ、君たち、さっきの吹雪四郎ってお前だったのか。お前が熊殺しか。
ああ、実物見てがっかりさせちゃったかな。噂を聞いてきた人たちはみんな僕を大男だと思っちゃうみたいで。これが本当の吹雪四郎なんだ。よろしく。ソミオカ！私に任せて。あれ、なんか怒らせちゃったかな。ごめん。え？ソミオカは本当はいいやつなんだ。あ、気にしないで。吹雪くん。少し時間いいかしら。ええ。私はキラ・ヒトミコ。ライモン中サッカー部の監督よ。ライモン中サッカー部の。染岡くん。染岡くんの気持ちもわかるよ。私も一緒に。みんなと一緒にやってきたんだもの。だけどね。わかってる。奴を嫌うのは筋違いだってのは。でもあいつを吹雪四郎を認めちまったら、ゴーエンジの帰ってくる場所がなくなっちまう。俺たちのライモンのエースストライカーはゴーエンジなんだ。これくらい普通だよ。動けばあったかくなるさ。オラのマフラー貸してやろうか。結構です。気をつけて。階段は滑りやすいから。ありがとうございます。なんだ。びっくりした。でもすごい勢いだな。雪国ならではか。大丈夫だよ吹雪くん。屋根の雪が落ちただけだから。屋根から。なんだ屋根の雪が。なんだ、どうかしたのか。あ、いや、なんでもないよ。これくらいのことでそんなに驚くなんて、意外と小心者ね。ああ、さあ行こう。なよなよしたやつだな。本当にすごいストライカーなのか。よいしょ。うわー！よっしゃ！戦略勝ちだな。もっといけ、ドモン！おいわ！まだまだ！負けてられるか！絶対に勝ちなさい！これは理事長の言葉と思ってもらって構いません！ヒップスノーボール！ツインスノーボール！あっ！だって！私たちはエイリア学園を倒すために仲間を集めてるの。仲間を。おとなしさん。はい。こういうことが起こってるの知ってるだろ。数日前からエイリア学園はこの北海道で中学校を破壊しているわ。でもうちは大丈夫さ。狙われるわけがないよ。やっとサッカー部として活動ができてる弱小チームなんだから。白連中だけの問題ではないわ。これ以上エイリア学園の勝手にさせるわけにはいかない。俺たちは奴らを倒すために地上最強のサッカーチームを作ろうとしているんだ。だから吹雪、お前に会いに来たんだぜ。地上最強のサッカーチーム。
あなたの噂を聞いたわ。噂の実力の持ち主なら私たちと一緒に戦ってほしい。あなたのプレー見せてくれる？いただきます。いいですよ。監督、作戦は？好きにしていいわよ。吹雪くんの実力を見るだけだから。わかりました。相手は日本一のチームだ。どこまでできるかわからないけど、頑張ろう。誰も高円寺の代わりにはなれないんだ。吹雪さんってすごいストライカーって感じが全くしませんよね。え？高円寺さんっているだけでなんか点を取ってくれそうな雰囲気あったじゃないですか。そうね。高円寺くんに比べたら彼には凄みを感じないわね。さあ、いよいよ始まります。雷門中対白蓮中の練習試合、実況は角間啓太でお送りします。何？あの野郎ディフェンスにいる。吹雪はフォワードじゃなかったのか。フォワードだよ、吹雪くんは。じゃああれは何だ。今はまだディフェンダーなんだ。どういうことだ。よくわからないけど面白くなりそうだ。軌道のキックオフで試合開始。彼の動き漏らさず取ってね。はい。ふざけてんじゃねえ。どけ。止めようか。強引に白蓮のディフェンスを突破。そのまま吹雪に向かっていく。そういう強引なプレー嫌いじゃないよ。アイスグランド。すごい。おっと吹雪、留岡から華麗にボールを奪ったぞ。なんてディフェンス能力だ。あれを破るのはかなり大変だぞ。さあ吹雪、パスを出して。そのボールを北見が受ける。しかし風丸があっさり奪い返した。他のプレイヤー吹雪ほどの実力じゃないみたいだ。風丸、染岡にパスだ。ここで吹雪がキーパーの前に立った。逃げるもんな、せいで見やがれ。ドラゴンクラッシュ。なんと吹雪がドラゴンクラッシュをも止めてしまった。そうか、吹雪はフォワードじゃなくてすごいディフェンダーだったんだ。出番だよ。稲妻。いつも見てにバンバン点取ってやっからよ。見てな。お手並み拝見といこうか。一度戦後ショルダーチャージ、激しくいった。なんて突進力だ。すぐ次で軌道の風丸のスライディングタックルだ。飛ばしてしまった。
撃の必殺シュートがライモンゴールに炸裂！なんと先制したのは白蓮中だ！ゴッドハンドがこんな簡単に。これがブリザードの吹雪。すごい。止めたと思ったのに、なんて破壊力。いいかよく聞け。俺がエースストライカー、吹雪四郎だ。吹雪、お前のシュート、どうしても止めたくなった。できるもんならやってみな。まだ手がジンジンとしびれてる。あいつが仲間になってくれたら。スーパーディフェンスに素晴らしいシュート力、噂以上のプレイヤーだ。どんなにシュートがすごくても高円寺の代わりはいねえんだ。やられっぱなしでたまるかよ。そこまで、試合終了よ。何？え、ここで終わりですか？このまま終わらせてたまるか。染め岡さん、振り分けるわけにはいかねえんだ。いかねえか、面白い。その程度か。話にならねえ。こんなもんじゃ満足できねえ。もっと楽しませろ。さっきのなよなよ君と全然違う。エターナルブリザード。彼らに止められるようなエターナルブリザードじゃねえ！このシュート、必ず止めてみせる！マジンザ・ハンド！何？あっと！ゴール板を越えた！ゴールならず！って、あれでコースが変わったか。二人とも、大丈夫か？はい、キャプテン。しかしすごいな。ディフェンス二人がかりでも、コースを外させるのが精一杯。ん？エンド、どんな強力なシュートも、この方法なら。うん！エイリア学園を倒せるかも！はい、そこまで！すごいぜ、吹雪！あんなピリピリくるシュート、俺、感動した！僕もだよ。僕のシュートに触れることができたのは、君が初めてさ。じゃ、吹雪、俺、お前と一緒にサッカーやりたい！僕もさ、君となら、君たちとなら、思いっきりサッカーをやれそうな気がするよ。吹雪くん、正式に。稲妻キャラバンへの参加を要請するわ。一緒に戦ってくれるわね。うん、いいですよ。ライモンの新しいストライカー誕生よ。みんなよろしくね。染岡くん、染岡待てよ。染岡。エンド、お前はいいのか。高円寺の代わりがあんな奴で。そんなに吹雪が嫌いか。俺は面白い奴だって思った。あんなシュート打てる奴に悪い奴はいないって。高円寺はいつだってサッカーに真剣に取り組んでた。なのにあいつと来たら楽しませてくれだと。ふざけるな。俺だって
高円寺にはチームに残って欲しかったさ。でもあいつの目を見たら引き止められなかった。高円寺は必ず戻ってくる。俺は信じてる。それまであんな奴とプレイしろってのかよ。信じる奴のためなら俺は何でもできる。高円寺が戻ってきたその時が稲妻キャラバンに地上最強のメンバーが集まる時なんじゃないかって俺は思うんだ。エンド。なら俺たちにできることはその最強のメンバーになってることじゃないか。あいつにお帰りって言えるようにさ。わかった。高円寺のために吹雪と一緒にやってやる。でもまだ仲間と認めたわけじゃねえからな。断ることはできない。負ければ破壊が待っている。助かる道は勝利のみ。この白煉中にエイリア学園がやってくる。加えてさあ今日も特訓だ。だけどまたまた問題爆発。富岡が吹雪を認めないって言い出した。次回稲妻イレブン、エースストライカーは誰だ。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン今日の格言。信じる奴のためなら、俺は何でもできる。以上。